皆さんこんばんは。つながれつながれ畳線プロジェクトの実行委員長を務めております鉄道写真家の快速平成6号車安村と申します。ただいま、会津柳津駅のイルミネーションの C11 型244号機の方を、撮影しております。なかなか情報が、入ってこなかったので、姿を見てびっくりしました。ヘッドライト、そして綺麗なイルミネーションが飾られております。本当に綺麗で、本当に来てよかったなと思っております。こちらの SL はですね、1974年までここ会津の、国鉄会津線、只見線、日中線などを走りました。現在真岡鉄道で走っている C11 型325号機、こちらの SL がですね、只見線の方を入線いたしまして、年に一度ほど SL 只見線公用号として運行しております。その SL がですね、安全に、走れるように故障した箇所の部品などをこちらの244号機から325号機の方に、いくつかの部品が譲渡されたという、情報が入っております。またこちらのスノージェット、こちらは2003年まではスノージェットの方が取り付けられて生体保存されていたんですが、こちらの方は2004年、SLDL 会津只見号として2月の真冬に、一度只見線を走ったことがあります。その時にこちらの244号機のスノージェットの方を、325号機の、SL の方に譲渡いたしまして運行しました。その後多分シュノージェットの方は多分真岡鉄道さんの方でね管理されていると思うんですが、こちらの SL の部品の方を真岡鉄道の、SL の方に譲渡したという情報が入っております。これから、柳津の、雪まつりの方に向かいたいと思います。それでは SL の、動画の方をご覧ください。最初紙に展開いたしました日は子どもたちが取り